今東南アジアの実業家、政治家。父業である薬局、a 安堂を継いで、タイガーバウムを開発、店舗、工場を東南アジア、中華圏の各地に展開した。豊富な財力により出版業や銀行業にも事業の多角化を進め、新聞業では、シンガポールのホシス日報や香港の新田尾日報など、各地の新聞を主催。 1930年に南京入りして国民政府に参加、今日務委員会委員等を務めた。古文虎の父、古史金は19世紀末に中国、福建省定州府英定県からミャンマーへ移住し、ヤンゴンで薬局、栄安堂を開いた。母は、上州籍の李氏の娘で、二人の間には文竜、文虎、文兵の三人の兄弟が生まれた。 古文ラは1882年に生まれ、幼少期に父の故郷、福建省永定に帰って伝統文化教育を受けた。弟の文表は1888年に生まれ、英国植民地だったヤンゴンで英国式の教育を受けた。他に兄、文流がいたが、創生した。1908年に父、古巾が病ゆくすると、弟の文表が父行を継ぎ、 コブントラにヤンゴンへ戻り、エアンドを共同経営することを要請。コブントラは1909年から中国、日本、タイなどを歴訪して、漢方、西洋の薬学視察を行った後、ヤンゴンに戻った。コブントラは西洋医学の理論と東洋医学の治療方法を組み合わせ、漢方、西洋双方の薬剤師など多くの専門家を用して、新薬の開発に取り組み、 南高、マンキン油やハッケタン等を開発した。中でもマンキン油の改良を重ね、この名前にちなんで商標登録した南高タイガーバームは、その薬効からどの薬局にも常備されるほど評判となり、多大な利益をもたらした。A&O は次第に事業を拡大し、1920年にコブントラは40歳足らずで、ヤンゴンの家境の長者番付1位となった。 ミャンマーで成功したコブントラは、マレー半島の各都市やシンガポールへと、A&O の店舗網を広げ、1926年に A&O 本店をシンガポールに移し、合わせてネイルロにヤンゴンの工場の10倍の生産能力を持つ大型の新工場を開設した。また、中国でも好評を博し、1934年にはスワ島に分工場を開設した。 1937年頃には、エアンドは、マラヤ、香港、インドネシアのバタビア及び中国、大の各都市に工場と販売網を確立し、コブントラの富と名声は世の中に広く知られるようになっていた。コブントラは、精力的に事業の多角化を進め、出版業や銀行業にも業務領域を広げた。他方で、第一次世界大戦後にゴム、スズ。 米等の価格が高騰したとき、子は、独占的な事業を展開する弊害や過剰生産に陥るリスクを理由に、ゴム産業や工業への投資話に応じず、その後世界恐慌により、ゴム価格が暴落し世界的な不況に陥った際も、子は、事業で利益を上げ続けたとされる。子は、事業経営の源は人術を世に施すことにあるとして、 1930年代から永安堂の家徳利益の4分の1を事前公共事業に寄付することを決め、その後寄付金の割合は徐々に増えて6割程度に達していたとされる。この資材はなどに投じられた。1912年にヤンゴンで家協講師により行行日報を相関。これがコブントラによる最初の新聞社企業である。 1928年、シンガポールの佳境中学当事長となる。同年11月には予選官ににやか、蔡委員会委員にも任ぜられた。1929年1月、シンガポールで保守室に一報を相関し、当事長に就任。同年には、私立大科大学と国立中山大学にそれぞれ資金提供を行った。1930年秋、 南京入りし、南京中央委員に資金提供して、設備拡充に寄与している。翌年7月、諏訪島で星花日報を創刊した。1932年1月、国民政府から国南会議会員に任ぜられ、ここから政治家としての活動も開始する。同年4月には行政委員協、勤務委員会委員に任ぜられた。1935年9月、 アモイで星光日報を創刊。翌月には私立復建学院とアモイ大学に資金提供を行っている。1937年夏、日中戦争の勃発を受けて、香港でナ南戦災者救済金を募り、タイガーバウムを中国軍用に大量に寄付。1937年12月には南洋客属総会主席に就任し、 星湿日報を宣伝に活用し、自派の組織、ウィークリー・クラブを通じて、募金活動を展開した。1937年には弟、小文表のために、シンガポールのパシルパンジャンに、兄弟の名前を取って、小表、書と合した庭園を建造。同庭園は、虎表万金油花園とも呼ばれ、無料で一般に開放された。1938年6月、 第一期国民賛成会賛成員に選出され、8月、香港にて、新オ日報を送還。同年、イギリスを常時6世から大英帝国国を授与されている。戦前、子は、密貿易の罪で、英英領ビルマを国外追放になり、その後は、シンガポール、香港に在留した。1941年12月に、日本軍が香港を占領した際に、子は、 日本軍により一時拘束され、シナ保健軍の和平工作に利用されることで、抗日分子としての処分を免れた。子は釈放後、香港に泊まり、新潮日報が一時発行停止に追い込まれたものの、鹿島日報に解体して観光するなど新聞業を継続している。1944年、マカオに移った。同年、弟の子文ミが、ミャンマーで死去。戦後、 香港に戻る。以後、新聞事業をさらに積極的に展開し、香港、上海、福州、ペナンなどで新聞を創刊。英字誌の発刊にも手を染めた。1950年1月にはタイで、星明日報を創刊した。子は、以上のような新聞業だけでなく、自身の出発点であった医薬事業も継続しており、さらに教育、体育事業や委員、 個人等への資金提供も大規模に行っている。長男、小水地に、日本人の妻、小秋子を迎え、日本の証券会社と協力して金融業に進出。1954年9月5日、ボストンで手術を受け、香港に帰る途中、ハーイ州ホノルルにて、心臓病の発作を起こし病没、去年73歳。遺骨は、シンガポールのハウパービラに埋葬された。 長男の小水地は、小兵兄弟有言講師や、星日報、ペナンの星瓶日報の養殖についていたが、1971年に、1964年に、香港の共産主義情報機関から資金援助を受け、イースタンサムを発行した容疑で逮捕された。星日報の社主となった小カズトラはその異母体にあたる。その後、 コブントラの老いの子清サイが家業を継ぎ、1969年に大部分の事業をシンガポールとマレーシアで上場する会社、小兵兄弟国際有限講師に移した。ありがとうございます。